はい、みなさん、こんにちは。レック専任講師の赤松です。えー、二千二十年向けの実践力パワーアップ講座。梅田駅前本校の方で担当させていただきます。よろしくお願いいたします。えー、二千二十年は、えー。皆さんご存知の通り、えー、民法改正がございまして。 新民法で取材がされますそこが一番皆さんの気,気がかりになっているところだろうと思いますただこの司法書士試験全体に占める民法の改正の割合そんなに大きくありません民法改正も大事なんですがまずは民法改正以外の部分ですねそこで自分の力がちゃんとついているのかそれをしっかりと見直してみましょうこちら実践のパーク講座は民法改正は当然ながら この少数試験のための全範囲ですねそれをしっかりと基礎からやっていきますで、当然、えー、皆さん気がかりな、えー、民法改正ですがこちらもしっかりと力を入れてやっていきます、えー、民法は昨年よりも回数が二回増えました充実、えー、した回数でしっかりと改正対策を行っていきます、えー、そしてこの民法改正は、えー、まあ国民に 民法より分かりやすいものにしようというそういった趣旨の改正ですから、まあ、慣れればです、ね、実は旧法よりも分かりやすくなっていますですので恐れることなくです、ね、しっかりと新民法を一緒に頑張ってて勉強ししいきましょう私のクラスの特徴なんですがまずはししっっかりとしたランク分けを行っていきますこれは毎年受講生からご好評いただいているんですが ABC3 つのランクに分けていきます。 まず A ランク論点はテキストをマークしていただきます B ランク論点には印をつけてもらう C ランク論点は思い切ってカットしていきます皆さんは私の方が A ランク B ランクとしたところそこをしっかり重点を置いて勉強してください C ランクとしたところはもうたまに出てくるかなっていうようなレベルのところですからこちらについてはそんなに気にしないでくださいもうテキストはもうどんどんね思い切って飛ばしていただければ結構ですたまに出てきたときに参考にしていただくような論点です はいそれから2つ目の特徴としましては、えー、テキストでインプットを勉強して次アウトプットの過去問につなげていくことが、えー、この試験勉強では非常に重要なんですが、えー、ただテキストで勉強して次復習の時に過去問をやってみるとテキストの順番通りには過去問集並んでいませんからなかなかテキストでやった範囲をうまく復習していくっていうことが難しいところがあります。えー、そこはは私のののクラススでは工夫をししてていましてテキストの順番通りに過去問の 枝を並べ替えた格問レジュメこれをテキストと併用して使っていきますで皆さんはテキストからすぐそれに直結する格問、これをレジュメの方で確認していただける形となっております、はい、それから私のクラスの三点目の特徴ですが板書が非常に充実しています通常板書は講師が自分で書いてそれを皆さんに移していただくんですが まあ写していただくということになるとちょっと手書きで汚くもなってしまいますしそれから時間も取られてしまいます私のクラスでは版書について私があらかじめプリントをしたものそれを皆さんに生クラスでお配りをしておりますそしてその版書はテキストの余白欄外に極力貼り付けられるようなサイズで作っていますですので皆さんはその配られた版書これをテキストの切り貼りをしていただいて版書内容をテキストに補充していくそして 情報の一元化をそれによって工夫して行っていただくことができますはい、まあそんな形で私のクラスでは ABC のランク分けそれから格問レジュメそして版書ですねこういったところの特徴としていますはい それから私のクラスはもう毎年非常にアットホームな雰囲気で皆さん勉強していただいております。ぜひ皆さんも私私のクラスに参加していただいて、良き受験仲間を作っていただければと思っております。はい。それから今年は昨年度にまして、まあ毎年私の方では記述のゼミというものを実施しているんですが。 その記述のゼミ年明けからになりますそこに至るまでの記述の勉強については、えー、ビデオで受けていただくという形でした今年梅田駅前本校の方では私が実践力の記述編合計十二回ありますこれをべて生クラスで担当していきますなので記述の方も非常に充実した内容となっています はいまあ、そういった形で、えー、民法改正には、えー、万全の体制で、えー、臨んでいきます、えー、そして、えー、今回の民法改正皆さんに分かりやすくお伝えしていきます、えー、かつ、えー、本年度は起訴対策についても私の方が生で実施させていただきますので、えー、万全の体制を取っております。えーまあ 講座の名前が実践力パワーアップ講座ですが講座の内容もですね昨年まして一層パワーアップしておりますぜひ期待をしてくださいそれではたくさんの皆さんのご受講教室の方でお待ちしておりますよろしくお願いいたします